なんか踏み込んだやつ聞きましたね。渋川さんの話からして事前声かかる推察すればそこでどうなるでしょうか。去年のドラフトがやること全部やったのって印象で選ばれたら私が第一しまいそうです。今年もドラフト同時ナイスパレードでまーす。いやいやもうね、ドラフト同時視聴やるかどうか声かか、まあ、確定は絶対してないからね。ドラフト同時視聴はねどうしようかね。いや普通にさどうだろうやるのって思ってんだよね普通に、うん、去年はもう何も知らない若造だからさやれたけどさ、今年はさもう大本命みたいになっちゃってるじゃん。普通に客観的に見てね、客観的に見てねなってるからさ、その立場でやるのどうなんだろうなみたいなね。なんかダメだった時のさもうあれ地獄ダメだった時の地獄感とかさ考えると、なんかもうおとなしく家で見て終わった後に結果で配信するみたいな感じの方がいいんじゃないかとか思ってんだけど、どうなんだろうな、どっちがいいのかな、これはね分からんで、まあまだね月曜日なんで考えときます本当に、うん、去年はマジで普通に何の可能性も感じなかったから本当にお気楽にやったんだけどね今年はなマジであるから客観的に見てね、こんな状態で配信するのどうなんだろうっていうこの葛藤になってますね。だからそういうなんかコメントに対してもあんまりね変なことは言えないからほっといたけど、ちょっとスパチャでねこんな長文で来られてちょっと拾ってみましたよという感じです。普通にどうなんだろうやるのっていう感じですね。単純にダメだった時麻雀界で伝説の強い配信になるんじゃないですか同時視聴した方がおもろいやん。まあね、悪魔的発想というか、まあおもろさだとね、そりゃそうだよなーっていう感じだけどね。まあちょっと考えますわ、普通に。普通にシンキング。同時視聴に夢やってるやついねえよなー。いるんだよなー。普通に結果知った後で、どういう結果か知った後で配信する方がさ、やりやすくない？見てる方も。そんなことないから。あの道さんナイスパレード、敗者と同時視聴、スーツ着て厳かに示されるもとシャンパンもしゃべして示された親の突破しましょう。示されるけど残念配信切り替えですね。ちょっとな、そこのさ切り替えがきついよな、マジで難しいよ。私は普通にもう正直に言うと、去年が気楽すぎたから今年本当にやっていいのか悪いのかっていうのでもうずっと迷ってる、分かんなくなってる、もうパニックになってる。ライブ感大事でしょ、ナイマルさんありがとうございます。なんか分かんないけどさ、ダメだった時を考えてない感じだよな、怖いんだよな。こんばんは、いよいよドラフト近づいてきましたね。渋川なんか呼ばれるお祈りします。ありがとうございます。皆様の応援のおかげでここまでやってきました、ありがとう。